ドニプロ市電は、ウクライナの都市、ドニプロ市内に存在する、路面電車。1897年に開業した長い歴史を、有する、路線網で、2020年現在は、トロリーバスと共にドニプロ市が所有する、公益事業会社のドニプロ、エレクトロトランスポートによって運営されている。ドニプロ市内に、路面電車が開通したのは、都市名がエカテリノスラーフであった。 時代、1897年6月27日で、旧ロシア帝国では、キエフ、ニジニノブゴロドに次いで3番目に営業運転を開始した路面電車路線である。建設や運営は、ベルギーの企業が携わり、開業時には、ガンツ製の電車が導入された。開業後、路面電車は、高い人気を博し、多数の乗客や収入を記録した。市議会との衝突による、 計画の停滞はあったものの1909年には第二の路線が開通した。一方で1906年には別の企業による路面電車路線も開通している。これらの路線はロシア革命を経てドニプロ市が運営する公営路線に統一され、1920年代初頭は革命の影響で荒廃した路線網や車両の復旧工事が行われた。それ以降は 路線網の急速な発展が続き、1931年時点での総延長は 65km を記録した。一方、ソビエト連邦各都市では1930年代以降、路面電車の基間を 1524mm に統一する動きが起き、路面電車の製造工場もそれ以外の基間に対応した車両の製造を中止した。そのこともあり、 エカテリノスラーフ市電改めドニプロペトローフスク市電についても従来の狂気から期間を改めることが1932年に決定し、翌1933年から1948年まで断続的に改めき工事が実施された。1940年時点での年間利用客数は1億7200万人を記録し、12系統の旅客列車に加え、 各工場へ資材を運ぶ貨物列車も設定されていた。第二次世界大戦により市内は戦場となり、路面電車もドイツ軍の占領や解放に向けての戦いの中で甚大な被害を受けた。復興は解放後の1943年から始まり、深刻な資材、電力不足を乗り越え1950年代初頭には路線網の復旧工事が完了した。また、 1949年にはトロリーバスの開通に合わせて運営組織が路面電車部門から路面電車、トロリーバス部門へ改名している。1950年代以降、ソ連時代はトロリーバスと共に路線の延伸や車両の近代化が積極的に行われ、1960年代以降は従来の二軸車に加えてボギー車の導入が開始された。 それに合わせて、車庫の増設や変電所の機器の更新も実施されている。また、1968年以降は、自国産の KTM-5M3 や、チェコスロバキア製のタトラ T3 の導入が始まり、既存の車両を順次置き換えていった。1980年時点で営業キロは 157.6km に達し、在籍車両数も477両を記録した。 ソビート連邦の崩壊以降、路面電車はトロリーバスと合わせて市が所有する企業体による運営に移管したが、1993年にトロリーバスを含めた全線の運賃が一時無料化され、1994年以降も値上げが続くなど、経済の混乱の影響を受ける形となった。その一方で同年からは一時途絶えていた新型電車の導入が再開され、 1996年からは地元ドニプロの企業であるタトライ交流育成の車両が登場した。しかし2000年代以降は民間企業が運営するミニバスの発展に加え利用客の大半が運賃値下げの対象者であることから厳しい運営状況が続いており車両の増備についても導入コストの面からドイツで廃車となった旧型電車の譲り受けが中心となっている。 2020年現在、ドニプロ市電では以下の系統が設定されている。運賃は、トロリーバスも含めて1回の乗車あたり6振りニ野で、特定の期間自由に乗車可能な乗車券や市電を含む複数の交通機関で利用可能な月額制チケットの展開も行われている。一方で、観光電車、レトロの運賃についてはこれらとは別に7振りニ野に設定されている。 2020年現在、事業用車両も含めて、ドニプロ市電に在籍する車両は、すべて、第三車庫に席を置くが、一部は、セルゲイニゴヤン地区にある市局に在籍しており、1 8 1 9号線で使用されている。一家の営業用車両に加え、市電が、開業100周年を迎えた1997年に、旧型二軸車を改造し、 開業時に導入されたガンツ製電車を模したオープンデッキの心臓車体に置き換えた観光用車両を、レトロが登場し、全校のように特定の経路で運行している。ドニプロ市電には2019年以降、ライプツヒ市電からの上渡車両の導入が続いており、2020年も30両の旧型電車を譲り受けする計画が存在する。また、これらを含めた全車を対象とした、 塗装変更も決定しており、同年3月に登場した試験塗装者の運用実績を経て、正式な新塗装が採用されることになっている。ありがとうございます。